えば喫茶店とか入った瞬間とかに、はい、ガラガラの喫茶店に入りました、はい、で自分が入った瞬間に、はい、わらわらわらって人が入ってくる時ってないです？あります。そういう時ってなんか呼んだなって思いません？呼んだなとは思う。あ、よかったって早く来てってタイミングが良かったなって思います。あ、なるほど、はい、僕はそういう時に、はい、やっぱ呼んだなって思うんですね。はい、花かなやっぱりってって思うんですね。僕は思います、はい、やっぱ俺が行くとこは呼ぶよねって思わない。僕は思わないです。あ、よかった5分は遅くなくてって思います。なるほど、はい、でそういう時に、あ、まあ呼んだなっていうのと同時に、はい、運がいいなって思うんですよ、はいはい、若干幸せな性格ですよね、はい、あ、自分のことをそうやって思う、はい、でも逆もあるってことですよね。それって逆もあるというのは、僕はその状況だけ見てるので、自分が入った後に混んできたら混む前に来てよかったって、混む前に来たら混む前に来てよかったって思うだけで、はい、混んだ後に来たら、あ、もうちょっと早く来ればよかったって、うん、はい、そういう時はあまり覚えてないんですよね、はい、ということで、おはようございます、ごきげんよう。これでもうちょっと明るくなったりします。あ、これいい感じですね。コメントでですね、 INFJ の相性という動画のところで、理想家が求める心からのつながりっていう動画を上げてるんですね、はい、INFJ さんので、そこにコメントをいただきました、はい、ありがとうございます。INFJ さんって結構なんかその理想が高いというか、自分に厳しいというか、はい、例を挙げると INFJ という自覚の女性がいて、例えば親友って人が言ってくれた、はい、じゃあ自分が親友って思えるかというと、はい、なんかそんなことはおこがましくて言えないみたいな、はい、そういう何て言うんでしょう、理想の高さ、理想というか、はい、なんて言うんでしょう、信念というか基準の高さというんでしょうか、はい、そういう方だという認識なんですけど、その動画のところでですね、だが世のほとんどの人間はそんなものを望んでないと、はい、要は心からのつながりっていうのを INFJ さんが求めてるみたいな話をしてるんですけど、はい、動画の中で、はい、そのコメントで、だが世の中のほとんどの人間はそんなものは望んでないんだと、はい、楽しい関係、楽な関係、得する関係、気持ちいい関係、利用できる関係、稼げる関係、そういうものしか望んでないと、はい、INFJ はだからお呼びでないんだと、居場所はないんだと、はい、INFJ とかいうゴミのような性格を捨てる方法を教えてくれと、生かそうとするよりもまだそっちの方が現実なのかもしれない、はい、っていうコメントをいただきました、はい、ありがとうございます。これを見ていて、はい、僕は小学生レベルの論理的な、論理みたいなのを最近学んでるんですね、はいはいはい、論理とは何かみたいな、で論理的に考えると、なんかその前提を認める、例えば前提のものを認めたならば、はい、次に出てくるのも認めなきゃいけないみたいなのがあるという理解をしていて、はい、世の中をゴミと思ってるとすると、はい、矛盾してるって話です。いや、自分を高いところに置いとけないんじゃないのって思うんですね。いや、自分のことを高いところ、人間です、二等兵は人間です、はい、僕を高いところに置こうとすると、うん、じゃあ周りの人たちも高いところに置かないといけないんじゃないっていう思いが出てくるんですよ。これ違う、論理的じゃない。論理的に言うと、はい、実際高いかどうかだと思うんですよね。難しいですね、論理は、はい、あ、僕的には。なるほど、はい、だからその例えばよくツイッター、最近 X ですか、はい、見れないなって思うのは、はい、周りはカスみたいなのが多すぎると思うんですね、はい、周りはカスだから気にしなくていいみたいな、はい、X に溢れていて、はい、いや、なんか周りをカスってしちゃうと、はい、君もカスだよっていうのが僕の中にはあるんですよ、なんか、はいはい、要は同じ人間だよ、同じ人間です、同じ人間です、はい、だとすると僕はカスではない、僕が言う所詮人間あに近いか、いや、はい、に近、僕は所詮じゃなくて、ちょっと所詮人間ですよね。僕はみんな高いところに置いてるつもりなんですけど、はいはい、フラットの位置は一緒かもしれません、はいはい、僕はそれをちょっと高いところに置きたいっていうのはあるんですけど、はい、周りがそういう楽しい関係ばっかり求めてるじゃねえか、はい、ってやると、いや、それってイコールあなたも俺に合わせろみたいなことを言ってるんだとすると、はい、なんか同じようなことなんじゃないって
だから人間素晴らしいって言った方が、はい、僕も素晴らしいって、はいはい、言えるなっていうのと同時に、なんか人ってあまり人のことを見てないんですよね、はい、と僕は思ってるんですよ。僕の世界では、はい、みんな自分に夢中なんですよ。そう思います。なので、はい、こっちで目立ってようが、なんか落ち込んでようが、おかしいって言ってようが、はい、多分あまり見てないから、はい、捨てるとかさ、そんなこと言わずにさ行こうぜって、まあどこに行くか分からないんですけど、はい、行こうぜになってくるんですよ、うん、どう思います？分からないちょっと僕がおかしい、僕がおかしい、いや、いやというかみんなおかしいみんなおかしいなら分かるんですよ。みんな変わってる、はい、普通なんていないなら、みんな普通なんていないんです。でみんな普通かもしれない。でみんな普通だったらみんな普通なんですよ、はい、どうぞ。すいません、その、ま、何の話をしてるかが今、いやこの、はい、なんて言うんでしょう、若干この大敗的すぎる気がして、うん、周りがカスみたいな、遠征感にあふれすぎている、 世の中なんてみたいな、うん、いやまあそういう面もあるでしょうが、このまあなんか僕が感じる矛盾っていうのが、はい、なんか周りがカスっていう人が、あ、要は X とかで溢れてるね、はいはい、上であるはずがないわけじゃないですか。上であるはずがないというのは、例えばお釈迦様がみんなカスだよねとは言わないって話ですよ、はい、だから理想、自分が理想で理想な場所にいる人であれば周りをカス扱いはしないと思うんですよね、はい、もうこのたまにね、ボットでね、三輪明宏が言うんですよ、はい、やめてくれとすいません、はい、どうぞ、はい、そうですよね、それはそうです、はい、と思うので、なんか矛盾はあるなっていう感じ、はい、なるほど、まあ、辛いっていうのが言いたいだけじゃないかなっていう。辛いだったら、はい、まだなんかごっくんします、はいはい、だと僕も辛いよはなるんですよ、はい、ただ周りはカスって言われると、はい、あ、俺カスって言われた、カスっていうと、はい、自分はカスじゃないって話じゃないですか。言ってる人はカスじゃないと思ってるんでしょうね、からカスっていうと思うんですけど、はい、その発言自体は矛盾があるなって話ですよね。素晴らしい人はそんなこと言わないっていう矛盾これは、はい、動画に上げられますかね。わかんないですいや僕はなんか、はい、みんな仲間だと思ってるはい、はい、タイプなので、はいはい、まあ、嫌われるんですけど、たまに、たまになのか、なんかちょっと寂しくなるんですよね、うん、はい、カスって言われると、はい、僕はカス側にいるのでそう、まあ、カスも何もないって話じゃないですか。あ、そうで、僕はカス側に、はい、カスって言われると、うん、カス側にいるよと思うんですけど、うんうん、今人間、同じ人間だ、はい、だとすると、はい、みんなカスだよと、はい、だったらみんなカスじゃなくて、はい、みんないいになろうぜって僕としては、はい、いいも悪いもないそんな話かなと思いました、はい、すいません。